皆さんこんにちは。ホームメディカルクッキングです。最近やる気がなくなってると感じることはありませんか？やらないといけないとは思っているけれども動けない、声が小さくなり集中力も低下、気持ちも落ち込みやすく、ストレスへの耐性も低くなります。東洋医学的に言うと腎のパワーが不足になっているということになります。腎には生命エネルギーを蓄えるという重要な役割があります。この生命エネルギーを腎性と言い、親から授かって生まれてきたのが先天の性、これは生まれた時に決まっているものです。その後食べ物から得る後天の性があります。この後天の性を食べるものから補充しましょう。腎が衰えると老化が始まるサインになりますので、早めに改善しましょう。そんな時におすすめの鶏肉のオレンジソースがけを紹介します。材料はこちら。では作っていきましょう。みかんを剥いて身も皮も細かく切ります。先に切っておいた方がミキサーにかけた時にこの白い筋も細かくなり、口当たりが良くなります。みかんは身だけではなく皮や白い筋などすべての部位に薬効があります。みかんの皮や身は疲労回復や風邪の予防、美肌、抗がん作用に期待でき、また消化吸収を高めて食欲を増進させます。白い筋は毛細血管を丈夫にして動脈硬化を予防したり、アレルギーを予防する効果がありますので、ぜひ一緒に入れてください。これをミキサーにかけ準備しておきます。ニンニクを叩いて潰します。鶏肉は熱が均等に通るように身を開いて厚みを均等にしておきます。筋を取ったり縮みにくくするために皮に切れ目を入れておいたりします。小麦粉をまぶします。塩コショウをします。フライパンを熱してニンニクを入れて油にニンニクの香りをつけます。肉を焼きます。皮目から焼きましょう。焼けてきたら裏返します。私は少し蒸し焼きにするので蓋をします。焼いている間に添え野菜を準備します。鶏肉は消化吸収が良くエネルギーを増強させ活動力をつけるので、虚弱体質の人の体力強化、腎のエネルギーの増強になります。両面焼けたら取り出し、お皿に盛り付けます。食べやすい大きさに切りましょう。そのフライパンでソースを作ります。先ほどミキサーにかけたみかんを入れ、ワインを入れて煮立たせます。ニンニクが残っていますが、嫌な人は取り除いてください。私は一緒に食べます。煮立ったら今焼いた鶏肉にかけて出来上がりです。作り方をまとめます。1、みかんを剥いてミキサーにかける。2、肉を焼く。3、ソースを作りかける。鶏肉とみかんを一緒に食べることでさらに消化吸収を高めて食欲を増進し、腎のパワーを増強します。毎日手間をかけずに続けられる方法がいいと思って簡単なものを紹介しています。これらの材料を使ってあなたのレシピでいろいろ作ってみてくださいね。腎のパワーが強くなることでやる気が出て集中力も上がり、ストレスも改善していきます。お肌もきれいになり、精神も安定していいことがいっぱい増えます。あなたの笑顔が増えていくと私も嬉しく思います。毎週土曜日にちょっとした体の不調を改善するレシピを紹介しています。あなたの症状に合った話を見逃さないためにも登録ボタンを押してください。横にあるベルのマークも押していただくと、最新の動画をアップロードした時にお知らせがいきますので押しておいてください。そうしていいねも押していただけると励みになりますので押してください。どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。